木村洋二チャンネル。おいっす。マスクしてるから大丈夫ね。私木村洋二、最近ちょっと気になってることがありましてね。札幌の街の中で自転車に乗って、なんか四角いおしゃれなこうバッグみたいなの背負ってね、配達してるお兄さんお姉さんがいるんですよね。あれ何なんですかね。デリバリーですよね。知ってますよ。それぐらい書いてあるから、書いてあるからね。あれデリバリーって言うんですけど、お宅の近くでも活躍してますか？ただね、私あれやったことがないんですよ。頼んだことがないんですよ。だから公開で、本当に注文できるんだろうか、品物が届くんだろうかっていうのをやってみたいと思います。うまくいきますように。やりましょう。はい、ウーバーイーツっていうところを押せばいいの？ここ。はい、あ、出た、出ました。電話番号とかはいいんですか？ゆうさん何食べますか？中華料理がいいです。中華料理のとこしてもらっていいですか？皆さんもこういう風にやってんだ。あ、なんかお店が出てきた。今3つ見えますよね。うん、こう下にこう下げてたら、そうです、そうです、いろんなお店が出る。うん、会社から近い方がいいでしょう。そんなこともないの？そんなこともないですよ。どうしますか、どうしますか。札幌ファクトリー店っていうのが出てきたよ。ラーメン屋です。あ、これはラーメン、ラーメン屋さんの札幌ファクトリー。ああ、それよりチャーハンですね。チャーハン総本家っていうのはチャーハンやろ。他のものも、あ、ここはでも餃子屋さんじゃないの。そうですね。じゃあもうちょっと下げた方がいいかい？もうちょっと下見てみますか。はい、混ぜそば専門店。あ、あ、お休み中ですね。昼休み中です。これは昼休み中なんだ。面白い。上戻って面白い。あ、今お休み中。上？あれ、狙ってたお店がなくなった。何？マジ？あれ？もうちょっと行かないと。え、これを？そこの日本料理の右側。日本料理の右側。もうね、もうスカンのよこれ本当に。ちょっと触っただけでもね、出てほしくないやつが出るわけ。イライラする。あ、焼き鳥できた。いいよ、焼き鳥でいいですよ。手打とうじゃないよ、じゃあ。こうだし、こうでしょ。鶏、豚、つくね、皮、レバー。いいんじゃないですか。ごくし？十くし？ごくしでいいかい？うん。鶏の唐揚げもいっとくかい？いきますか。もう一つ頼みますか。うな丼はあかんわ、これちょっと値段が張るから。ブリブリエビサラダにするかい？ブリブリエビサラダ、行きますか。違う違う、プリプリやこれ。丸やこれね。バッテリー残量が少なくなっています。大丈夫？後悔しない？大丈夫？行くよ。うわ、注文しちゃった。あ、したら人の声じゃないんだ、もうこれで解決するの。はい。へー、あと40分ほどしたら玄関のとこに来ますってよ、このチャリンコさんが。でしょ。へー、お金用意しとかなきゃいけない。お釣りがないようにした方がいいよ。お釣りがない方がいいんじゃない？いらないですね。いらない。あ、スマートフォンに連絡がありました。お兄さんかお姉さんが指定したこの STB ラジオの前に届けてくれるそうです。もうすぐですかね。あ、いらっしゃったんじゃない。おはよう。
嫌いな食べ物？パクチー、ホヤ。どうしてもダメってのがレバーです。あ、ゆうさん。はい。あ、すいません、 STB で頼んだ。あ、はいはい、ありがとうございます、はい、あ、はいはい、はい、すいません、ありがとうございます。これとこれとね、はい、はい、これで終了。はい、はい、どうもご苦労様でした、はい、はい、どうもありがとうございました。違うじゃない、若くなかったですよ。じゃあ食べよう食べようね、腹も減ったから。まあいろいろありましたけれども無事届きました。早速食べてみたいと思いますね。ここからがちょっとねひねってんですよ。ようちゃんから今見てくださってる方へ挑戦状だというわけで、私はレバーが大の苦手です。レバーが大の苦手です。これから A、B、C と頼んだものを3つ順番に食べていきます。どれがレバーか見破ってくださいということなんですよね。とで、あなたに投票していただこうと思うんです。ようちゃんが食べてた A がレバーとか B がレバーとか C がレバーとかねえ、ゲームゲーム、だん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 面白くなってきましたね、木村洋二チャンネル。私もまあ一応アナウンサーっていう商売やってるもんですから、演技しますよ演技。いいですか。で、投票機能については後ほどご説明をゆっくりいたしますんで、まずはようちゃん食べるということなんですが、見ていただいていいですか。これが頼んだシーザーサラダです。斜めとかにしなくていいですか。大丈夫ですか。大丈夫、シーザーサラダです。ドレッシングなんかピュッとやっときます。もうね、今ね、あら結構野菜盛りだくさんじゃないですかこれ。シーザーサラダドレッシングですって。へえ。もう一つかけとく？あなたならどうします？あ、かける。じゃあ。某有名メーカーの。はい。よいしょ。ですね。これちょっと行きましょうね。これ閉めますか、それで。いや、いいですよ、いいですよ、開けてきます。はい、こちらでございます。よいしょ。わー、出たー、レバーちゃんです。うわー、もう見てるだけでも、あ、タレね。で、5本セットになってるってことで、鶏皮とか大好き、鶏皮大好きですね。豚精とか入ってますかね、何だろう。アラカルトで5本です。こちらが私の天敵なのです。まあお好きな方は本当にお好きなんでしょうけどね。はい、そしてこちらが、あ、いい匂いがするわ。うわ、あー、唐揚げです。鶏の唐揚げ、甘酢がかかってる。はい、確かに頼んだものは届いております。まずは A からいただきます。うん、大好き。
まいもん、うまい。うん、おいしいです。続いて B をいただきます。大好物、美味しかった。お待たせいたしました。最後は C です。乗って食べることができました。ごちそうさまでした。あ、レバーね。お好きな方はお好きなんでしょうけど、美味しいと思う方にとっては美味しいんですけど、このモサモサ感、今ももう口の中になんかこうビタッとこうなんかこうまとわりつくような、これがダメなんです。正解しましたか？もう一個言ってみます。もう一個？いい？っていうのにもう、なんなの君は、使わないんでしょどうせ。でもあのあれでしょ、鉄分が足りないとかって言われた方はいいんですよ、レバー。なんだろう、食べる必要あるんですかこれ、
井はタレを頼んだってことだな。これがもう塩だったら本当にきつかったかもしれません。元気が出るって言うからね。でも元気出そうと思ったら他のものを食います。3年分いただきました。もう食べないよ。絶対に嫌。もう食べない、食べない、食べない。けどまだあと2個ある。いいっていうのよ。もう本当に騙されたでしょう。ようちゃん演技上手だから。どうぞチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こちらです、こちらです。でも良い子のみんながひょっとして見ていたら好き嫌いあのおじさんしてるじゃないってなるからな。それはあんまりよろしくないな。世界のようちゃんだからね。世界のようちゃん。ダメだよ良い子、好き嫌いしたらおじさんのように何でも食べるようにしましょう。ですか。いいね。